釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は静岡県の浜松市にある浜名湖で弁天海水浴場というところでエリアですね、キス釣りを楽しんできたと言いたいとこなんですが、ぜひですね、最後まで動画を見ていってください。使ってる仕掛けはダイソーさんで売ってるキスハゼカレー投げ釣り仕掛け9号ですね、針が9号のものを使っております。重りはキャノライナーリグといって、中通しの重りを道糸にかけて、それでサルカンと先ほどのねダイソーさんの仕掛けを結んで4、5回をつけて投げては錆びて投げては錆びてって形で釣りを楽しんでいました。投げて着底したらこのように竿を煽ってですね、で竿を寝かすときにたるんだ糸付けを取るっていう、そういうストップ&ゴーになりますが、そういう釣り方です。この釣り方がね、多分一番反応が良くてですね、はい、ヒイラギくんが釣れました。ね、この魚ね、触ると、直接触るとヌメヌメしてて、ちょっと触り心地がね、悪いので、こういう魚つかみで、リリースをします。この魚つかみもダイソーさんの220円ですね、税込220円で売ってる魚つかみ、こちらの方がすごく使い勝手がよくってすごいおすすめです。さあ次はですね、ちょっとね右手に移動しました。お隣さんがねいらっしゃらなかったので竿を横に錆びています。お隣さんがね近くにおられるようでしたら竿をね上に煽ってやるんですね。なんかちょっと当たりがあったんですかね。が擦れてるのでしょうか。はい、フグさんです。なんとフグの擦れかかりというですね、口にかかってなくて体にかかってしまったフグさんですね。前回もねこの模様のフグがもっと小さいんですが擦れましたね。愛嬌のあるね、とても可愛いお顔をしております、フグさんです。歯が鋭いので、口の周りにはね、触れないようにした方がいいです。さあ、次も何かかかりましたね。使っている餌の石子貝っていうのは、とても吸い込みがね、魚にとって吸い込みが良くて柔らかいので餌持ちは悪いですがよくね釣れます。500円もあればほぼね半日以上楽しめるんじゃないかなと思います。さあヒイラギさんのダブルですね。キスの針というのは胴の部分がねシャンクと言われている長い部分、針の長い部分が長いんですよね。餌を飲み込まれないようにするためにわざとね針を長めに設計されてるんですね、キス針という。
このように、顎にかかってくれればいいんですが、飲み込まれると、やっぱり外すのがね、ちょっと難しいので、わざと、ハゼとかカレーとか、からキスの針っていうのは、袖針というですね、ちょっと、針の胴の部分がですね、長めに取ってやるような、そういう設計になっています。こちらでもちょっとポイントをね移動しました。こちらでもフィットしました。遠くにね赤い鳥居が見えると思うんですが、そちらはアサリをね取るときに潮干狩りによくね使われます。干潮になるとあそこの鳥居の部分が陸になって、で、干上がるとですね、あそこまで行けるということですね。はい、これはね、目ぼちさんです。トゲがね、あるので、直接触るとちょっと怖いですね。残ってます。はい、いってらっしゃい。さあ、続いて、今日はね、キスを釣りに来たんですけど、キスがね、全然釣れなかったです。こちらもヒイラギです。ぬめぬめとね、した液体を出すので、直接はね、触らない方がいいですね。はい、いってらっしゃい、ありがとう。最後はですね、なんと、これはね、石ガニという名前らしいですね。変わったね、足を持ってます。正式名称がよくわからないんですが、なかなかのね、カニでした。しっかりですね、口の部分にね、針がかかってました。このカニさんもね、一生懸命針外そうとしてるんですけど、なかなか外れないんですよね。こういう時はね、迷わずね、フライヤーとかで、ペンチとかを使ってやった方がいいです。素手で外そうとすると、ハサミでね、カニのハサミで指がやられちゃいそうです。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。